お主か。いいところに来た。死に際に竜の丹田が力。見せてやろう。全土の容器を吸うば真の弾薬も手に入ろう。そなたが一枚上手だったようだな。ありがとうございます。きっと炎章様もお喜びでしょう。
乱を鎮める英雄のいずる時、小生が夜空に三千と輝く。世を憂いながらも天文を見る力しか持たぬ私にできるのは、天の星の教えを受け未来を伺い知ること。星の示す英雄が進むべき道をたがわぬようおそばで見守りたいのです。願わくはあなたにも天の星の導きがありますよう。これで都は救われました。一旦皆のところに戻りましょう。連合軍は四分五裂、今や解散したも同然。所詮人は己の都合で動くもの、絆など当てにならぬ。ひどいありさまじゃの。老子様。今度は南、常陽城を妖気が包んでおるようじゃ。さりとて弾薬も捨ておけな。董卓はわしと交渉に任せ、お主は常陽に向かってくれぬか。